忘れられる人と。ジン、こっちに来い。雅子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は脳なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ。寺においでとは思いもよらず。貞雄の弟を見張るついでに。一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今は食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりませぬ。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。何も忘れてない。あれも。あったあった。さてか。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。下がっておる。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、間抜けな男よ。村長の弟だぞ。
マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ、今日はフミしか持ってないぞ。それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだな。ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。他の村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われたと。知ってる、サダオだろ。卑怯な。ああ、やはりな。お前もしゃべりすぎると族に襲われるぞ。調べろ。俺が見つける、何もないな。木こりの家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。太刀を抜け。これ以上仲間を殺させはしない。袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。お許しを。私は何傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、分かりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。
昔死にかけたことがある。北に向かおうと思ってここに逃げてきたやつ。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。行善様のお話。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。これほどの品はありません。恐れながら数が足りませんね。また来よう。あなたのご武運を願ってますよ。さあどうぞ見ていってくださいよ。これからも頼むぞ。出すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ。野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。もうこの手は筒まで伸びておるな。街道も危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。もう疲れたよ。
困っておる様子だが何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、族と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。チンハルゴ、ヤスンベ、おい、ウノキクチャハルタ、アツチャフタ、ダーショー、オショー、ダーショHaven bear.
の馬を船に乗せてきた。どうして神社に参らせてくれないんだろう。あなたもご加勢なさるのですか。何のことだ。猛虎に抗うため浅野の氷に人が集まっているそうです。さような勇ましい民がおるとは心強い。だが少し気がかりだ。様子を見てこよう。太刀についての御用があればお役に立ちましょう。磨き上げましたよ。助かった。祈りが通じたようです。安全なところへ。抜かるでないぞ。お役に立つと良いのですが。変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。外では本心を言えなくて猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。有する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれ。
Bitsa Keneha to the Irvi. Holy Hamtad! Yavitsky! Kedavan! Vidur Tikurin! Eric Husum Jensen! Adakte Ki! Garad Ir! お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。
もしあなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがないな。百姓と漁師が猛虎と戦うために結託したのです。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず、探しに参ろうかと。どこをいたそう。が近くの百姓の家におります。野営の場所を聞いてみましょう。幼い頃から憧れてきたお侍様と肩を並べるとは恐れ多いこと。太刀も馬も扱えるではないか。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕、役に立つといいのですか。我流の武士ということか。もったいないお言葉です。かけろ、ノブ。あれは火事か。あの家から猛虎だ。おい、アルボー、チェヨハサ、アレクボチッチ、エリアル、うわぁ、来ました、どうした、会うはずであったものです。ここを襲うなら猛虎は野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていればまだ救える命はある。あの音、野営が見つかったやもな。助けに行かなくては。お急ぎください。待て、食えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て、待て。
待て。腕はあるが、焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、心の御し方を学びます。それでよい。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。Thank you.
待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さん。戦いそうにないね。タカはどうだ？虫の一匹も殺せないふぬけだよ。今のは秘密ね。なぜ兄弟でそうも似つかぬ。酒くれるなら教えてあげる。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば地の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。かねたの木に囚われておるのだが、守りが固く、人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。誰か助けてくれ。
집중하라고! 雪をこ。来ないで。はい。鷹が火事場で待っておる。こまちを妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。隠れろ。 血の海だよ。血を見るな、よいか。わかりました。ここに見つかった。ここにおれ。 ユキオの使いだ。生きてるの。ついてこい。火事場へ向かうぞ。戦川、ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さと言ったらまるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ、ついてまいれ。 強さと言ったらまるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。 怪我はないな。この方の強さと言ったらまるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ、ついてまいれ。 ムツ、よかった。あんた、 会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さと言ったらまるで鬼だよ。沈まれ。火事場に行くぞ、ついてまいれ。マナ、
내기 좀 할 수 있어? 生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間はいたぶるぞ。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。浜に残った刀は猛虎にすべて奪われた。ネギを発信した。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。
姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。こいつら火事場に入った。すぐに蹴散らしよう。火事場に入られた。